敵という敵はあのなんかでっかい中人間しか出てこなかったね。この登り方でいいんですかね。走る方が速そう。でも走り続けたらね、チンコは疲れちゃうんだよね。あ、ジャンプしても疲れるんや。いや、これ上行くべきか、横行くべきか。まあ上行くでしょ、まず一回。いや、もう結構続いてんな、上に。あー、どっちから行けばいいんだろう。まあいいや、上から行こう。せっかく上来ちゃったし。どっちから行っても一緒でしょ。おいと。おお、いっぱいいるぞ。てかなんか、えらい明るくなったな、部屋が。こことか登れるんじゃないのこれ。あ、無理。あ、無理なんだ。登れそうだけどね。あ、これまた中で誰か寝てるんじゃないの。あ、動かせるのか。うわ、なんだこれ。怖っ。扉これ。お扉になってる。レバー引きたい。レバー引きたいけど、あれか。これを持ってきて足場にしないとダメなんだね。ほい。おお、なんか出てきた。あー、なるほど。うい、待って。普通のベッドじゃないね、これ。あ、待って。額縁に、あれだ。とんがりキッズの、絵が飾ってある。あと、左上にあるあの絵ってさ、さっき入ってきた中人間じゃね?ぽいよね。あ、まだあれだ、とんがりキッズ。とんがりキッズの絵いっぱい置いてあんな。でも、シックスちゃんの絵はないね。これ下行っていいんかな?行ってみようか。こっち行けるじゃん。あ、行ける行ける。なんだ、あ、なんだこの日本人形は。多分やり込み要素だよな、これ。各地にあるから見つけましょうみたいな。あ、鍵がある。これなんかあるでしょ。よし、この鍵は持っていこう。全然暗いな。ああ、鍵あるじゃん、鍵。オッケーオッケー、持ってきといてよかったね。ほいと。ほい。開けれるんだ。パワフルだね。怖いやつじゃん、これ。これを、がさ、楽しく使われてるとこ見たことないんやけど。あ、しかも電気ついた。先を、おー、なるほどね。なんだろう。サルさん。怖っ。うわー、鳴った鳴った。音が鳴った。怖い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 。ぶつければいいんだ。オッケー。音が怖え。え、どっち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 。扉が開くんじゃないの?あ、エレベーターなのかこれ。オッケーオッケー。うわ、エレベーターって怖いな。しかも、なんかめっちゃいっぱいいるし。サルさん頼んだ。閉めてくれ。なんで?オッケー。さすがサルさん。うわー、怖えな。この視点怖えな。やめてくれよ。ここに隠れとこ。あ、これか、いいじゃん、隠れる場所あるじゃん。猿絶対なるなよ。ん?なんもないのか。肩透かしだな。俺は猿と一緒に行くぜ。ああ、ネズミか。ならいい。おお!あ、またかよ!食べろ食べろ!猿食べろ!お腹減っちゃうんだな。こいつ。これ左、ここまっすぐ行った。あ、ここ止めて、あっちに行くのかな。このプロペラ止めて。うわあ、お腹痛いお腹痛い。またあの男の子。なんなんだろうね、あの男の子は。くれないかな、パン。真っ暗じゃん。一応ライトだけつけとこう。ん?待って。あ、ライトつける、ライトつけれる。すげえ、息遣いが聞こえる。シックスの、うおぉ!これさっきのパンがむしろ原因なんじゃないの?次、さっきはお腹が減ってたけど、今回お腹痛いです、みたいな。全然あるよ。あの男の子の、だってあのパン、美味しくなさそうやったもん。言っちゃ悪いけど美味しくなさそうだった。てかなんかネズミがぶら下がってる。あ、ネズミがいるじゃん。肉肉肉肉。いいの?でもそれ食べて。もっとこっちにいいもんあるんじゃないの?いや、もう食べるしかないな、これ。食べちゃおう。まずい気もするけど、
シックスちゃんもぶっちゃけ俺らの尺度で考えるべきじゃないよね。俺らと同じ人間の宿舎。罠じゃん。めっちゃ古典的な罠じゃん。俺昔あれでモンシロチョウとか捕まえようとしたことある。わあ、怖っ。え、あ、いっぱい捕まってるんだ。他にもちょっとシックスちゃんよりでかい人とかいる。え、食料なんだシックスちゃんとかは。この世界における、さっきの肉もさ、シックスちゃんが食べてたあれ、あれでしょ、ぶっちゃけ他の人間の肉なんじゃないので、アクティブ強いね。じゃあこっからはあれか、あの腕長人間から逃げる戦いになるのかな。あ、これ持っていけるじゃん。あ、いけないな。ここじゃ、ここあれか、後から来んのかな。ちょっとみんなには悪いけど、ちょっと引っ張ってあのレバー引かせてもらおう。よし、これで引いたら何か起きる。あー、扉が開くのか。オッケーオッケー。あれか、時間制限ついてるやつか。あ、これなるほどね。これであっちまでジャンプしたらいいんだ。ほいと、よし、これでいける。いいね。ただこっち、あの腕がいっちゃった方なんだよな。それが心配だわ。やば、恐ろしく何もない部屋に来てしまった。あ、登れる登れる。ああ、なるほどね。ああ、ろうそくがある、ろうそく火つけよう。明かりをつけましょう。ふう、こっち行くか。おーっと、落ちちゃった。なんか怖いな。ん？あ、腕がある、腕。え？あー、捕まっちゃった。あ、腕長、やっぱあいつか、さっきのやつだ。え、どうなってんの、どうなってんの。やばい、目が見えないんだこいつ。お、音だ、音で、音で判断してるんだこれ。なるほど。走れ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 。オッケー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 、今ならいける。くる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 。うわー、捕まっちゃったよ。まあ思ったよりなんかあれだな、なんかこうファンシーな敵でよかったわ。これをファンシーと捉える感性は別として、俺の中では思ったよりあいつはファンシーでよかったわ。上行ける？あ、行けないのか。あ、匂いか、音と匂いだこれ。よしよしよし、もうもうこの隙に行っちゃおう。おお、だ、スライディングできた、アクティブ。待って、これさ、待って待って、絶対手伸ばしてくるじゃん。わかるわかる、俺にはわかる。あいつ手伸ばしてくるぞ。早いことなんか、ってか、大丈夫？ちょっとこう気になるからもう一回行ってみようかな。あ、いたいた。足短いんだな、マルチーズみたいなもんと思えばいいじゃん。違う、マンチカンって言いたかったんだ今俺。ってか何あの靴は。うわー、マジで、ちょちょちょ、お前あかんって、それあかんあかん、落ちろ落ちろ落ちろー。怖っ、もう怖いわ、腕長いってのが怖いわ。もうあいつ、これびっくりした。今何喋ろうか考えてたから危なかった。ちょっとうわーって言わなかったけど、一人なら絶対叫んでたわ。 OK、 うわー、これ上から腕伸ばしてきそうだな、怖いな。ただ分かった、匂いと音で判断してるっぽいってのは分かったから、そこうまいこと気をつけたらなんとかあいつ逃げれそうじゃね。あとなんだこれ、靴だらけ。なんであいつらあんな足短いのにこんな靴があるんだ。わあ、めっちゃ靴落ちてきてる。なんなんだろう、あれか、
おおおお、なに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 、やばいやばいやばい、捕まれ捕まれ、登れ登れ、オッケーオッケー。あれかな、逆に靴がいらないんだあいつら、足ないから、ほとんど足ないから。何がいるのこれ、逆に見たいんだけど、見ようかな、何がいるのこれ。あ、正体わかんねえわ。足があいつ、あいつら切り落とされてるみたいな。ね、ありそうじゃね。で、まあ、足が、靴が必要ないから、いっぱい捨てられてるみたいな。靴というか、足に対してコンプレックスを抱いてるとかね。あの、中人間は。オッケーオッケーオッケー。サッカーボールとか見ても発狂しちゃうみたいな、そういう感じ。次どこだ、あっちか、こっちから行った方がいいな。よし行くぞ、間に合うか間に合うか。すごいな、ギリギリの設定がされてるな。全然ギリギリでもないわ、余裕だと。ほいと、何がいるんだろうな。いないよね。あー、でもネズミがめっちゃぶら下がってんな。お、ネズミ捕りも置いてある。ネズミも食料として使われてんのか、この世界において。モーの中では。おお、びっくりした。おお、あ、あ、これさっき来たところじゃん。スライディングスライディング。お腹痛いとか、痛かったとこじゃん。あんま走りすぎるとね、疲れちゃうんだよ。シックスちゃん。いけ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 。あ、エレベーターエレベーター。どうしたらいいどうしたらいいのどうしたらいいの、え、どうしたらいいのこれ。え、押した、嘘でしょ嘘でしょ、同情。あ、あ、靴あるし、あいつ足めっちゃあるじゃん。やばいやばいやばい、こっそりこっそり。うわ、怖っ、歯ぎしりやべえ。俺の寝てる時じゃん、俺なんか寝てる時歯ぎしりしてるらしい。あああああああ、いたんだ。ありがとう、踊りとなってくれてありがとう。いや違うな、そこはありがとうじゃないで、ごめんだね。やつには感謝の気持ちとともに、まあ、申し訳ないという気持ちを持っておこう。